て諏訪市に住むこちらの女性は106歳です。敬老の日を前に市長が自宅を訪問し長寿を祝いました。長寿の秘訣と106年で最も印象に残っている出来事とは。いいらしいですね。諏訪市内最高齢の北沢美衣子さんは大正7年1918年生まれ、今年106歳になりました。金子ゆかり市長からお祝いの賞状と記念品を受け取りました。もう私106歳ですか。そうです。おー切れた。諏訪市のみんなからです。そう、最高齢の美衣子さんに敬意を表して。長寿の秘訣を尋ねると、美衣子さん、長生きの秘訣は何ですか。はい、何でも食べます。何でも食べる。あ、何でも美味しいです。あ、素晴らしい。だから辛いものは食べません。辛い。毎日の牛乳と野菜をよく食べること。100歳頃までは畑仕事も続けていたそうです。加えてもう一つ、みんなが大事にしてくれてね。一つは喧嘩したことはありません。岡谷市で生まれた美衣子さん、5人の子供を産み、孫は7人、ひ孫は8人いるそうです。106年生きた中で一番思い出に残っているのは、101年前に起きた関東大震災。地震が来てね、こんなに何したかと思って、子供がびっくりした。とても揺れましたか。とても揺れてね、揺れた。それが子供もびっくりしたこと、それは忘れられない。こんなに来てくださったって、私はお茶も出ない。大丈夫です。あとね、14年生きるとね、120歳になりますから。もうひげた目標。いや、そのお世話になる。諏訪市によりますと、市内の100歳以上は50人で、そのうち男性は5人、女性は45人ということです。